はい、本日はですね、天皇の人間将棋の後に少し足を伸ばしまして、人形の柴崎さんの方にお伺いしております。はい、柴崎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、こちらに、はい、将棋を指しているおひな様があるんですけれども、はい、これはどういった経緯で作られたんですか？そうですね、せっかくあの将棋の町天童なので、天童らしい何かおひな様の技術を使って作れないかなというところから、お人形の職人さんとしっかり打ち合わせをしながら企画したものであります。はい、対局中のワンシーンのようなんですけれども、はい、これはあの姫が今次の一手をこう指そうとはい、そうなんですね。で、そのお人形の職人さんとこうどんな場面にしようかという打ち合わせをしたときにですね、やはり最近女性の方が非常に世の中で強いので、お殿様がですね、あ、まずいっていうような表情をしながら、お姫様が素晴らしいこう一手を指すっていう、そんな場面を表現をしています。で、お人形というのがそもそも非常に豊かな表現力があるものですので、おひな様という素材を使いながら、いろんなこう表情を楽しんでいただければなというふうに思っております。本当今にもそのピシッと刺しそうな、しかもズッってなってます ね、はい、お殿様がちょっと表情をこう悟られないように、あ、あれも隠してるんですね。隠してるんです。はい、まあ、やばいっていうような表情ですね。隠してるところですね。いや、普通 そのおひな様ですとこう、ね、しっかりかしこまって座っているシーンが多いと思うんですけど、はい、こういったのも珍しいんじゃないでしょうか。ですね、私が知ってる限り初めてですね。作家さんの方もじゃあちょっと気合を入れて、はい、いろいろ考えながら作られたんじゃないか。第2弾もこうこれから考えていきたいなと思ってるんですけど、はい、何かぜひ面白いアイデアがあれば。まあ、でも例えばあの人間将棋って皆さんこう、うん、ああいうセットで起きられてるじゃないですか、はい、人間将棋の、はい、あの人形みたいなものはないんですか？あ、そうですね、あれは、まあ、あの今展示している五月人形の甲冑になるかと思うんで、はい、そうですね、はい、それも面白いかもしれませんね。はい、上にあのこのコマのセットをつけていただいたりとかですと、はいはい、これ将棋ファンが集めたくなるんじゃないかなと思います。ぜひ、はい、近々企画したいなと思います。はい、あのせっかくたくさん あの飾ってありますので、うん、ちょっと説明していただいてもいいでしょうか？はい、わかりました。特にあちらの山形匠人形と、はい、よろしいでしょうか？はい、こちらもあの地元推しで、山形推しで、はい、天童で取れた、はい、天童で作られた紅花、栽培された紅花をですね、うん、原料とした手染めの兜になっています。手染め、はい、色がすごく美しいですね。綺麗な色になってますね。おひな様も作ったんで、はい、ぜひご覧いただきたいんですが、まず兜が、兜がこのような素晴らしいグラデーションが、はい、これがこの山形の紅花染めの色なんですね。染める回数とかでいろんな色の表情がありますね。で、あの兜だけでなくて、あの使ってるこの木製品が山形の県産材で、ここですね、はい、あと帯帯もそうですね、木製の帯、はい、山形の北部の最上地方というところの金山杉っていうのを使っています。組み合わせなんかちょっと将棋盤のマス目に見えてしまうんですか、はい、チェス盤のようなと言います。これも相当な技術が必要なんですよね。うん、木だと組み合わせてるとどうしても薄いもので切れてしまうとかあると思うんです、はい、山形らしいものです、はい、皆様こちら、あ、こちらですね、はい、あ、こちらの一番上の部分が紅花染めになってますね。で、あちらの帯帯の後ろにあるのが、天童で採れた紅花を押し花にした屏風です。 あれ本物の紅花なんですね、はい、これが珍しいですね。そうですね、山形推しの、はい、そしてこちらはこれあの手書き、手書きで、はい、お人形のお衣装を全部着せつけた後、着た後に、作家さんが筆を取ったものですね。山形のいいところ、正面に見えるのが山形県の鳥のおしどりであったり、最上川であったりですね、紅花、さくらんぼ、そういった山形のいいところ、誇れるところを人形に表したものです。全部盛りですね。でこちらの、まあ、
おひな様もありますし、あちらももうちょっと可愛らしい感じの、はい、決め込み人形。決め込み人形っていうのはどうやって作るんですか？畳をした後にあのお衣装をこう決め込んでくる形になりますね。こっちは衣装を着せつけてますけど、そういう違いがあるんですね。あのおひな様を目にすることがほとんどないので、見ていくとだいぶ表情が違いますね。違いますね。それぞれやっぱり作家さんの思いであったり個性もありますので、はい、と楽しいです、はい、私の自慢です、はい、あこれ大事なところ。なんともっと表に出さなきゃダメですね、はい、上の方に飾らなきゃダメですね、はい、でも大事にこう、はい、ケースの中に入ってますけど。一人だと寂しいからね、赤と青セットで。はい、ありがとうございます。